この匂い、どうして突然こんなところで人間のふりをして暮らしているんだ。こいつが匂いの、どうなんですか。何が取材だ。もたもたしてるわけにはいかねえんだってばよ。すみません。すごくわかりました。大切な人形なんだね。でも俺ももっと強くならないと。いや、おつもりか。それより修行どうしてくれんだよ。あの、ちょっともう少し。俺はかまどですよ。色は黒です。春日井ガラスからの伝達で無限列車の被害が拡大した。すっげえ。やっとまともな修行に入れそうだってばよ。俺たち合格したんだからさ。それも修行か。俺ってば強えもんな。あ、そうだ、刀届いてない。刃こぼれしてしまったやつなんだけど。何がどうなってんだってばよ。演武は二連撃だ。かわされてももう一撃。ち、気に食わねえな。選ばれた才能だな。ネタらしいな。一刻も早く死んでもらいてえな。ほっとすることもなくて。わけあって女性の姿でしたが、俺は男なんです。俺は時と世を出ます。では言ったじゃん。腕のいい刀鍛冶なんだ。この刀を撃った人はすごい人だ。しかもこと自分の持てる力すべてを使って必ず勝つ。構うからな。ほんの少しでも動いたらその瞬間に、くれ、刀をくれ。避けろ、避けろ、のけぞれ、のけ。でもお前じゃ俺には勝てねえってばよ。どうする。俺の首を切ってみろ。さあさあさあ、ふざけんなよな。俺は助かったんだ。間にしまっといたんだってばよ。すごいですね。俺もいっぱい食べて強くなります。それより修行どうしてくれんだよ。いいことも悪いことも変わる変わる来いよ。